ピカピカのランドセルを背負って登校する子どもたち。今日は名古屋市内の小学校の入学式です。中区の美園小学校と米城小学校が合併した丸の内小学校でも元気いっぱいの新1年生52人が集まりました。皆さん、入学おめでとうございます。みんなで仲良くしてほしいと思います。さて、入学式は児童も保護者もマスクの着用が自由に、子どもたちのほとんどがマスクなし。初めての学校でちょっと緊張した表情がよく見えました。新しい学校でまだ校歌ができていないため、みんなで国歌を歌いましたが、ちょっと難しかったかな。初めての教室に入ってもマスクはなし。真新しい帽子が配られると、あらら、前後ろ逆さにかぶっちゃってます。新しい生活にみんなワクワクです。何が楽しみですか、この後の学校生活。勉強、算数。楽しみなことある？ある。ボール投げ。おー、得意。ボール投げ、スポーツ。まだ得意じゃないけどね。この学校では来週から始まる給食もみんなで机を並べて向かい合って食べます。もりもり食べて元気に学校生活を送ってね。